在2段ショパンのワルツ弾きます。非常に音域の広い範囲をカバーしますが、ゆっくりネバネバと集中して曲を弾くと弾けるようになります。アレグロコンアニマとは、生き生きと快活に。アニマとは動物を意味しますが、動物が生き生きと動く、そんな風にイメージをして弾いてみてくださいな。ショパンのワルツ。最後は柔らかく脱力をします。食パンやお化けだぞ。お化けが来たわよ。柔らかく
打鍵の位置に力を抜く。ピアノ上達は脱力です。おっぱけたぞだらおっぱけたぞいっプラプラプラ食パン食パンスライムをイメージしてねなどと柔らかく力を抜きます。関節や肩の力を抜いて無理をしない。ラジオ体操もみんなで一緒に。足が疲れたら子供たちと一緒に。屈伸運動や柔軟運動も楽しくしております。それではまた。あら今日も綺麗なお月様ね。皆さんも犬のお散歩などきっちりマナーもできていると思っております。車のマナーもきちんと、歩行者優先、お子様優先、レディーファーストも大切だと思います。マナー、ゴミが落ちていたら率先して拾う。誰かゴミを片付けていたらちょっと手を貸してあげるなど、先生もできるようにしておりますが、皆さん 100% 完璧ではないんです。少しずつリラックスしてできることをやってみましょうね。子どもたちも手が乾燥して絆創膏をよく貼っております。逆向けたり、先生も逆向けがあります。水仕事も手が荒れるお母さんもおられます。気遣いに周りの状況を見てさっと動けるようにしたいとは思っておりますが、なかなか 100% 人間は機械ではありません。心からフレーズも歌うように弾く、これが本当だと思っております。それでは